一応撮ったよ。じゃあ、サッカー以外で数年間続けていることありますか？サッカー以外で食トレ、トレーニング。すぐそっち持ってくる。家族がやっぱりいるから、子供たちと遊ぶことだったり、もう家族の時間だね。無人島に一つ持っていくとしたら何持っていきますか？ナイフ。うん、ナイフね。いや、現実的すぎ。そういうあれじゃないの。いえ、そういうあれ。ガチなやつ聞きたい。ガチでしょ。ああ、でもいらないよね、あんまり。俺らは。ナイフとか使えないよね、逆にな、俺ら。でももう折ったりとかすればいいでしょ。そうね。もういらないの、俺らは。日本代表に脈々と引き継がれる暗黙の掟ってありますか？結構さ、でも掟というか、バスの座る位置はさ、どんどんさ、年を取るほど後ろになっていくっていうのない？ああ、俺一番前だよ。いやいや、一番後ろやん。自分一番後ろに座ってるやん。俺と一緒に今自分のサッカー人生を本にするなら、タイトルは何とつけますか？ポジティブなタイトルがいいね。なんか逆に強い川島英二ばっかり知ってるから、弱気なタイトルだとちょっと読んでみたいなと思うんだよね。いや、弱気出してるよ、今日本の中で結構。いや、タイトルね、本の中で出してるんだけど。読んでないでしょ。読んだよ。日本代表の中で一番変わってる人は誰ですか？ああ、いや、ケイスケ変わってるのかな。俺の中では別に変わってないんだよね、ケイスケは。変わってるんだろうけど、多分一般的にはジャンル的には多分似てるから、この質問ちょっと多分合わねえわ。その変わってるのも定義がもうまず全然違う。その時点でも合わねえ。合わねえな。合わねえはマジで。言うとさ、毎回マッサージで横のベッドになって話するけど、毎回話し合わない。ゴリラ兄弟なのに。ゴリラ兄弟なの。全然合わないな。サッカー人生一番の挫折は何ですか？ああ、ブラジルワールドカップだわ。あれはきつかったね。あれはもうめちゃくちゃきつかったね。うん、Aさんは？いや、俺も結構きつかったね。でもあの時はもう本当にもう空っぽになったよね、本当にね。この先どういう風に自分がしてったらこうもっとレベルが上がるのかとかっていうのも見えなかったしね、あの時はね。やっぱなんか長く やらせてもらってると思うけど、一瞬の成功ってまあ簡単とは言わないけどできると思うんだよ。でもやっぱその長く成功し続けるっていうことがやっぱすごい難しいなっていうのは毎回思わされるね。